プロデュースバイ小江戸二組。どうも、小江戸二組塚さんです。梅です。本日はこのフュアランド、ランタン276、違う、ハンドね。はい、もう一回、すいません。どうも、小江戸二組塚さんです。梅です。今日は、フュアハンドランタン276、これをね、早速試してつけてみたいと思います。じゃあ、行ってみよう。じゃあ早速オイルを入れていきたいと思います。ひめさん、これちょっと取ってもらっていい？はい。ただね、これね、このまま入れるとね、こぼれる可能性があるからね。とりあえずね、今回、ヘアカラーのボトル、これに移し替えて、気をつけてね。はい、もうこぼれてます。家に火つく。とりあえず、このぐらいかな。量が分からないかな。まあ、試しなんで、まあ、ボトボト取る。はい、入れていきます。あ、はい、巻きで巻きで頑張れ。ヘアカラーのボトル、なんかね、情報によるとここ芯のところ四角いんですって。さっきこれをね、そのままつけるとかっこ悪い芯になったらしいので、先にカットしてあります。なので山形に、はい、これで、オイルが上がるまでちょっと待ちます。はい、じゃあもう染みた頃かと思うのでつけてみましょう。ホヤを上げてもらっていいですか？はい、やっちゃう？うん、何事もチャレンジ。いいよ、手離して。どうする、燃えたら。いきます。おー、はい、ホヤを下ろしましょう。ホヤを下ろしましょう。急いで急いで。はい、おで、火が大きいから着します。イエー、成功。電気消してみちゃう。消してみちゃう。雰囲気出ちゃう。くそ、石油、くそ、石油。どう、早く。いい感じじゃない？いい感じじゃない？わかる？わかるね、見えるね、いいね。よし、じゃあ電気つけます。こんな感じです。で、消すのか。確かちっちゃくしてって落ちないぐらいでって言ってたな。消えかな。ふっしゃ、ダメです。消えない、消えない。あ、消えた、消えた、消えた。わかんない、ちょっと芯出して。あ、消えた、消えた。イエーイ。今日はこんな感じでした。どうでした？手が石油臭くなった。はい、ランタンいじった後は手をちゃんと洗いましょう。以上です。まったね。バイバイ。この番組は小江戸二組がお送りいたしました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタン押していただけると頑張れちゃいます。